こんにちは、シーバドです。今回は初期フェルナンデスのストラトを借りてきたので、今回はですねフェルナンデスのお話をさせていただこうかなと思います。皆さんフェルナンデスにはどんなイメージをお持ちでしょうか。まあ、真っ先に思いつくのは、まあ、やっぱアーティストモデルを多数出しているというふうなところですかね。僕がですねギターをやり始めた93年から、まあ、高校の3年まで96年まで楽器屋に通い詰めてたんですけれども、もうずらーっとフェルナンデスですよ。もう90年代はねめちゃめちゃピークだったと思います。周りの連中もフェルナンデス使ってるし、お店にももうがっつり並んでるし、アーティストも結構ねたくさん使っていたので、僕も普通にフェルナンデスのギターを買って、まあ、未だに使い続けているというような感じなんですが、先日ですねお茶の水にギターを見に行ったんですけれども、まあ、お茶の水って何十店舗も楽器屋さんが並んでいて、何千本何万本というギターがあるんですが、そこにですねフェルナンデスの新品のギターが一本も置いてなかったんです。まあ、あくまでもね新品なんですけれども、まあ、中古ではね置いてました。例えばヒデモデルだったりとか、あと70年代とか80年代、ジャパンヴィンテージと言われるストラトだったりとかレスポールだったりとか、そういうのがあったんですけれども、新品のギターがですねフェルナンデスは一本もないんです。まあ、なんだかちょっと寂しくなってしまったんですけれども、まあ、それが現実なんだなというふうな感じで、まあ、今回ですねそんなフェルナンデスの歴史みたいなところですね追っかけていきたいなと思っております。そしてですねこういう風にしていけばまたフェルナンデスは人気が出てくるんじゃないだろうかという風なですね個人的な見解もですねお話しさせていただこうと思います。フェルナンデスの歴史なんですけれども、もともとはギターの卸だったみたいですね。そして1972年頃からこれでギターを作り始めたと。で、一番最初のロゴがこれですね。いわゆるスパロゴと呼ばれるですね。まあ、フェンダーのもろパクリな感じなんですけれども、これはですね、76年製なのかな?作りはね、非常にしっかりしてます。塗装がね、ラッカーなんですよね。まあ、その辺もですね、昔はね、すごくこだわってたんだなっていうのが伝わってくるようなギターです。1977年頃まではフェンダーのモロパクリロゴで、このスパロゴと、あとバーニーカスタムと呼ばれるものもですね、ラージヘッドのスタートですね、それもモロパクリのフェンダーでした。で、1977年から81年頃まで石ロゴというものになって、で、その後がキエロゴですね。こちらのギター。これがキエロゴなんですけど、80年代のキエロゴです。ご覧いただいた通りですね、爪でピッピッとやっただけで剥がれてしまうという風なロゴになっております。まあ、なんでこんなロゴにしたのかっていうのはまあ僕もよくわかんないんですけどね。レスポールもですね70年代からリリースされていて、その時から名義はバーニーとして発売されておりました。ヘッドのインレイはですね本家ギブソンと同じくダイヤモンドインレイになっていて、非常に良い作りだったそうです。で、初期の頃はですね、まあ、正統派というか模倣のモデルがメインだったんですけれども、徐々にですねフェルナンデス色が出てきます。後世に伝わるというかですね、ちょっと色物っぽいのがやっぱフェルナンデス色だったんですよね。87年頃からはですね日本人のモデルも多数出てきまして、44マグナムのジミーさんだったりとか、あとハウンドドッグチューブの方々がですね使ったりしていたみたいです。まあ、その辺はですね、未だにカタログで見れるので、ぜひぜひ見てみてください。そして87年、ついにですね、あのメイキが登場するわけです。布袋寅泰モデルの TJ ですね。やはりフェルナンデスといえばこれというくらいの認知度の高いギターなんですけれども、その後ですね、90年にはヒデとパタが初登場します。そしてその頃、ゾウさんがリリースと。勢いづいてきましたね。で、翌年91年は布袋さんが長らくですねカタログのトップを飾っていたんですけれども、ついにここでヒデがトップに躍り出ます。そして92年にはサスティナーが発売されて、
もう勢いはうなぎ登りですね。続々とアーティストモデルが発売されて、爆竹の今井さん、星野さんのモデルだったり、あとはデランジェの滝川一郎さん、あとラルク・アンシェルのケンさんだったり、ジュディ・マリの拓也さん、ダイン・クライズの室姫さんと、ギターヒーローたちのモデルが続々登場します。しかしですね、このピークを山に、徐々にフェルナンデスには人気の陰りが見えてきます。しかしですね、フェルナンデスには強みがあるんですよ。そう、皆さんお分かりですね。アーティストモデルです。90年代後半からいわゆるドンズバというモデルをリリースし始めます。ドンズバとはですね、要するにアーティストと同スペックのギターということですね。なので木材であったりピックアップであったり、アーティストと同スペックのものを使用して、まあそれなりの値段になるんですけれども、しっかりとした音が出るということと、好きなアーティストと同スペックのものを持てるということで、これも販売台数が伸びています。まあ、このドンズバのヒットはまあヒデさんなんですけれども、その後にですね、爆竹の今井さんだったり、デランジェの滝川一郎さんのモデルも出ております。という感じでフェルナンデスはアーティストモデルが売れてて今に至るという風な感じなんですけれども、まあ言ってみればですね、もうフェルナンデスの生命線はアーティストモデルということになるんじゃないかなって僕は思うんですよね。というのもですね、数年前に FMG クラシックというですね、フェルナンデスのモッキンバードタイプなんですけれども、スルーネックでマホガニーボディ、これが発売されたんですよ。これはですね、もともと FMG170 という初期にヒデさんが使用していたモッキンバードタイプのギターなんですけれども、これは再リリースという形で発売されたんです。でそれでですね、僕楽器屋に行って注文しようとしたんですね。そしたら、まあもちろん店頭にはないので、フェルナンデスの発注になるということで、その場でフェルナンデスの方に連絡を入れてもらいました。そしたらですね、このギターを引き渡すのは1年半後になりますというふうな話で、1本のギターを買うのに1年半も待つのかと、えっていう感じになって、ちょっと1年半はまあ待たなくてもいいかなっていう感じになっちゃってですね、むしろフェルナンデスって新品のギター作る気あんのかなっていうぐらいな感じにちょっと僕はね思っちゃったんですよ。まあこれをね言い出すとちょっとキリがないのかもしれないんですけれども、まあヒデのドンズバモデルイエローハートですね、これは注文してから引き渡すまでに4年間かかるというふうに言われていて、まあその理由がボディで使用されている本マホがなかなか手に入らないというふうなことらしいんですね。まあ本マホっていうのはホンジュラスマホガニですね。まあこれが手に入らないからちょっと待ちだというふうな感じらしいんですけれども、まあ理由はね、わかるんですよ。わかるんですけど、多分ね、フェルナンデスに木がね、良質な木が回ってこないんじゃないかなと。動きがあまりにもないもんだから、まあ確かにね、ホンジュラスマホガニーは非常に貴重な木です。なかなかもちろん手に入らないと思うんですけれども、まあアーティストモデルがですね、フェルナンデスの生命線なんで、もうそこだけはね、死守して、今後もっと頑張っていただきたいなと。むしろですね、もうアーティストモデルに特化したメーカーになってもいいんじゃないかなというふうに思ってるぐらいです。そうすればね、今までに出してきたヒデモデルをまた再生産してですね、いや、買う人いっぱいいますよ。もうぜひぜひですね、また新たにヒデモデルをですね、再生産して、店頭に並ぶようにしていただけたらなと思います。まあ、結果的にね、今回僕が伝えたかったのはそこかなと。アーティストモデルをまた再リリースして、昔のフェルナンデスの輝きを取り戻しましょうと。僕は今でも応援してますし、これからもフェルナンデスを使っていきたいと思っております。ご視聴ありがとうございました。シーバードでした。